国道202号は、福岡県福岡市から、佐賀県唐津市、長崎県佐世保市を経由し、長崎市に至る一般国道である。起点手前の緑橋から望む片かす一丁目方面、佐世保市の田野浦町交差点では、終点長崎市方面からの右折禁止となっているため、終点起点方向への換燥は、折り返しのため他の道路を間に挟まないと不可能となっている。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。現行の道路法に基づく二級国道として1953年に初回指定された路線の一つである。国道指定当初は、福岡有田線として、福岡市から佐賀県までの路線であったが、1970年に佐賀県から佐世保島で国道35号の徴用区間を経て、 長崎市まで延伸し、現在に至る。今利市二未大交差点から、東のバイパスから津道路は、国道497号原動区間トンネル道の、駅長崎市内を走る、国道202号福岡外環状道路、今宿道路のバイパス区間を除く。両区間内については、それぞれの項目を参照。福岡市出身のシンガーソングライターである菅の、シングル曲、 健全安全好青年の B 面及び、フィフスアルバム作品、野球選手が夢だった。に収められた楽曲、青春国道2 0には、館の青春の舞台であった福岡市内の国道202号を題材にした楽曲で知られる。ありがとうございます。